ドライフラワーは自然の花、葉、茎、果実等を乾燥させて装飾等に使うものである。英語圏のドライドフラワーズという言葉が昭和期にドライフラワーというカタカナ言葉になり定着したことが考えられる。それ以前は趣味にしていた人々は故障もわからずに細々と試行錯誤の自己流で制作していた状況だった。 原料として使う場合の乾燥させた植物は乾燥下、乾燥用と呼ばれることがあるが、一般語ではない。乾燥させた花、乾燥を加工した花等の短縮表現であり、国語辞書には掲載されていない。また、1965年頃に乾燥イコールドライバナイコールフラワーとして考え、乾燥用として制作した乾燥植物にドライフラワーと名付けて販売した人が、 いた。安泰漆マダガスカル共和国の小さな町アンバラバオでは手すきの安泰漆を販売する風習がある。水でドロドロにしている紙の上に直接聖火を固定して直射日光下で乾燥させている。工程はドライフラワーであり、おし花ではない。キリスト教の教会では聖火とドライフラワーを飾り、海での追悼式ではドライフラワーを巻いたり、リースを投げたりしている。 The Complete Book of Dried Arrangements.m.Barrows and Company.http://catalog.hitrust.org/.record/.006558594。Dried Flowers with a Fresh Look.D.Fun Rostrand Company. http://catalog.h-at-h-i-t-r-u-st.org スラッシュレコードスラッシュ009107975や菅より子。チキのドライフラワーグラフ社。1980年 P4。Google 検索日本で流通するハーブの品質基準の設定に向けての研究日本省薬学,学会。 http://www.google.co.jp スラッシュサーチ 9=2 本で流通するハーブの品質基準の設定に向けての研究日本省薬学会ドライフラワーの品名のはじめは、茅野市長野日報 http://www.nagano-np.co.jp:/modulex:/news:/article.php、ストリード =21332、Google 検索アンタイムルシ。http://www.google.co.jp:/search,q= アンテモロペーパーハット。 コースト、ガードコンダクトアット、C、メモリアルリース、アンドローズペタルレイングフォーハンドレスアニバーサリーオブ、RMS タイタニック。uscgnews.com、httpwww.utcnews.com ww、go, doc, 4 7 1 3 9 1 1 1 9コーストガードコンダクトアット C メモリアルリースアンドローズペタルレイングフォー。 ハンドレスアニバーサリーオブ RMS タイタニックありがとうございます。